思います。紫がそもそも最初からどんな色に対しても紫は見にくいと思います。紫はどのシチュエーションでも見にくい。しかもザーグってあれですよね、色のところがあんま少ないんで、ザーグの色の上に色が乗るみたいな感じなんで。あまり大きくないですよね、色を変えても。赤とかなるとね、真っ赤っかですけど。ローチが主に。はい、プレイジージトライアルシーズン3レーザークランリーグ、シエラ VS ファズの試合、第2試合ですね。マップ右下、5時でスタートしたのが、ドッグジャパニーズ選手、ファズの2番手、現在ファズはユミール選手によって、1ポイントリードという状況。そしてマップ左上11時でスタートしたミニマップ上紫のザーグ、こちらが、小太郎選手シエラの2番手、マップはシャクラスプラト。さあ早速スローダウン入りました。ダウンザゲームいただきましたね。いや、これってどんな影響あるんですか、よく分かってないんですけど。いや、これは処理自体が遅くなるので、片方の PC で処理が遅くなるので、多分ゲーム全体の処理が平均化されるんでしょう。あ、片方だけが遅いままだと、片方の PC だけネットワークとか関係なしに、ハードウェア的なラグなんで、たまに瞬間移動が起こると思うんですよ。はいはいはい、ネットワークじゃない瞬間移動が。で、それを起こりにくくするために、そもそも一番滑らかな状態でゲーム しないようにちょっと制限かかるんじゃないですか。なるほど、ミニマップちょっと引っかかるときはもう遠慮なく引っかかるってことでしょう、おそらく。なるほど、ミニマップ、ああそっか、エンコードしてると見にくいのかな。ちょっとミニマップはね、見にくいですね。まあ、ザーグは確かに黄色とかがベストな気がしますね。まあそんなこんなで、オーダー的には全く一緒ですね。スポーニングプールが少し早いか遅いか、遅いか早いかでも結局多分、まあまあこの距離だと大差なしですね。一緒ですので。さあダンシングオーバーロードがドグジャパニーズ選手のセカンドにいますけど。なぜパトロールしたんでしょうね。おっと、これはオーバーロードミスかな。小太郎選手一回ガスキャンセルして無理やりクリーン作ってますね。あ、ちょっとドローン作りすぎた、もしくは意図的なもんですかね。ドローンの数は、あ、そうですね、ドローンの数結構差が出てますね。さあローチいきましたね、小太郎選手。小太郎選手ローチ、同じくドッグジャパニーズ選手もローチ、まあ安定ですよね、ローチ。さあしかしザーグリングを最初に出しているのはドッグジャパニーズ選手、だいぶザーグリング出してますね。それに対して小太郎選手ドローンにだいぶ軍隊を、これは距離的に大丈夫だと判断したんでしょうか。しかしこれ2ハッチリフルローチラッシュ、これ見られてしまうぞ。見られましたね。見られますし、ドローンも1体ぐらいは危ない気がする。まあ、クイーンはいますけども。もうこれなんとかなったんじゃないですかね。もう逃げてますね。ああ、下がりましたね。しかし、まさかのダブルリング。ああ、なるほど。だそうです。ダーシーにすると最高速度に行くので。ああ、なるほど。まあ、オーバーロードの最高速出したところでですけどね。さて、序盤にかなりローチを作ってきてますね、ドッグジャパニー選手。それに対して、一応まずはドローンから、今からローチ。これでもフルローチを見てるので、ドッグジャパニー選手としては、同じくフルローチで対処するか、まあ一番止めやすいのは、セカンド行ってスパインですが、レイヤーに進化。というか両者レアに進化、むしろ小太郎選手の方が早いっていう。おう、警戒させてましたかね。
あえて。これ、2ハッチリ回らないとは思うんですけども。回らないですね。まず、クイーンがまだ1体ですし。まあ、クイーン1体で回るんですけど。あ、回ります？ある程度回ります、クイーンは1体で。まあ、ドローンってか、まあ、そもそも、資源回収的な意味で、辛いですよね。まあ、かなりドローンメインなんで、小太郎選手、現時点で。さあ、セカンドベースでダンシングしてるオーバーロード2体いますね。いますね。あ、相手のセカンドベースでもダンシングしてますね。してますね。さあ、これ見れたか？見れてますね、セカンドベース。視界内に入っている。さあ、それ見てどうするかですね。さあ、しかしかなりローチメイン。ドッグジャパニーズ選手。フルローチ確認してるので、おそらく、ドッグジャパニーズ選手はミュータリスクに行くんじゃないかなと思うんですけど。今セカンド行こうとしてるんですけど、ね、ローチがホールドポジションしてるために、ザークリング、ダンシングしてます。ちょっとドローン、ああ、ようやく出してくれましたね。いや、でもこれ、ああ、今から行きましたね。内容的には、小太郎選手がまさかのスパインクローラーです。それに対して、ドッグジャパニーズ選手、ヒドラリスクデン。来ましたね。しかし、両者ともにローチのスピードアップなし、現在のところ。この時点でラッシュする気はないってことですね。まあ、両者ともにセカンド行きましたし、そういうことなんでは。問題は、そろそろもうクイーンでファーストとセカンドは攻めてくっつけておきたいですね。だからクイーン2体目生産した方がいいような。気はしますが。さあ、エボリューションチャンバー作ったので、スポアクローラー。さあ、そして、ミュータに行ったのは、小太郎選手の方。ただ、小太郎選手、ここまでノーダメージでドローンを増やしまくってるんで、このまま行くと、普通に内政でドッグジャパニーズ選手が、かなり、厳しい状況に、なってくるんですけども、こっから今やっと2ハッチェリーでかなりローチに使っているので、ちょっとやっぱりザーグはユニット出した分ドローンの数が少なくなってくるんで、この調子でドッグジャパニーズ選手ユニット出し続けるとちょっと内政が厳しいことになって、ああいや、これヒドラリスクのレンジアップできたタイミングでプッシュしそうです、プッシュしそうですけども、多分小太郎選手はそろそろドローンに満足して、うん、スパイアも完成なので一気にミュータ行きましたね。耐えれそうなんですけどね。さあ、ヒドラリスクがいるので一応なんとかなるのか、ミュータに対してはあっとっとっと、クローバーロード狙われる。もうドローン作ってないですね、ドッグジャパニーズ選手。もうとことん、軍隊の方に、ローチとヒドラに。で、セカンドベースじゃなくて、ファーストベースの方にはもうすでにスポアクローラー立ってるので、ミュータハラスはそこまで痛くはないんじゃないかなと。いやー、どうですかね。スポア自体はそんなにいいですからね。まあでも、1個あったらちょっと逃げるんじゃないですかね。5体しかまだ見えない。オーバーロード狩りがやらしい感じですね。オーバーロード狩りに来ましたね。おっとギリギリ、おっとっとっとギリギリ、両者ともにギリギリ、おーっとオーバーロードダウン、サプライミス。さあ、ここで前に出ましたね、ドッグジャパニーズ選手。サード取りに来ましたね、小太郎選手。これはでも小太郎選手余裕で防ぎきれますね。あー、もうだいぶ経ってますね。しかし、あー、しかほんとかなりローチ作ってますね今。お、ミュータ行ってしまうか、もったいない。ローチもダウン。
さあここまで内政差ついてしまうと、もうここで決まらなかったらかなり GG 臭いんですけども、ローチのアチアップはあれですね、小太郎選手の方が早いですね。そうですね、もうドローンの数に倍近く差がついてしまっているので、うん、あーこれ丘上と丘下でなんか変な当たり方してない、変な当たり方っていうか片方攻撃できていないぞ。初めスパイン狙ってましたね。スパイン狙った状況でザーグリングの壁が作られてたんで、スパインに攻撃が届かないままローチが踊ってたっていう感じですね。ちょっともったいない、ちょっとどころじゃなく、これはさあ、そしてもちろんカウンター、ザーグリングの足アップもできていますし、ローチの足アップも研究完了、今終わってドクジャパニー選手も終わりそうですね。しかしミュータが止まらないですね。で今から急いでスパインクローラー立ててますが、もうこの状況で小太郎選手はサードベースあるのでかなり余裕な展開ですね。やはりヒドライスク HP 低いですね。柔らかいですね。柔らかいですね。さあスポークローラーが一応2個あるので、ファーストベースはそこまでって感じかと思って、クイーン狙いに行く、クイーンダウン。さあそしてこのタイミングで正面からローチ行って、これはスルーした、スパインオールスルー、スポは潰しますかね。でファーストとセカンドの動線はミュータリスクで潰していく。でもエア攻撃できるユニットいないですね。いないですね。さあそして追加はザーグリングであればスパインに対して正面から戦える GG。 ドローンまったりに来ましたね。ツーハッチ見て、ツーハッチ見てちょっと決め打ちしすぎましたね。ちょっとユニットの方に、セットユニットの方に使っていっちゃいましたね。うん、見られてなかったそれはそれでローチラッシュもありえそうでしたが、まあちょっとザーグリング1、2体飛ばすなりして見たかったとこではありますね。